城山海水浴場でこのほど今年2回目のビーチスポーツ教室が開かれ、参加した人たちが海のスポーツを楽しみました。ビーチスポーツ教室に参加したのは町の内外の子どもや親子連れなどおよそ50人です。参加者らは高浜町の総合型クラブハイビーチのメンバーのサポートを受けながら、シーカヤックにサップ、ライフセービングなど5つのアクティビティを順番に回っていきました。います。位置について用意ドン。よしよしよし、よし頑張って頑張って。またこの日の教室では新たにビーチサッカーが取り入れられ、子どもたちが講師から専用のボールを使ったリフティングやシュートの方法を学んでいました。子どもたちは砂浜という特殊な環境に苦戦しながらも、通常のサッカーとは一味違ったビーチサッカーの魅力に触れていました。はい、スタート。ビーチでサッカーするのも初めてだし、サッカーもそんなしたことなかったから楽しかったです。なんかシュートしたりするところが楽しかったです。このビーチスポーツ教室は高浜町の自然環境を生かした障害スポーツの推進を図ろうと、高浜町教育委員会と総合型クラブハイビーチが去年から年数回開いているものです。参加した人たちは地元の海を生かしたビーチスポーツを楽しんでいました。やっぱり高浜町、すごくこう綺麗な、海がありますし、砂浜も、すごく綺麗ですので、そんな環境の中で、思いっきり海のスポーツを、楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。やっぱりビーチを使って、健康になる、健康づくりですとか、まあ、運動をしていくっていうことは、この環境を守ったりですね、地元愛、情勢にもつながっていくと思いますので、ビーチスポーツ、今後も継続していきたいなというふうに思ってます。このビーチスポーツ教室は9月19日にも若狭和田ビーチで開かれる予定です。